ウルグアイ軍は、ウルグアイの軍事組織。陸軍、海軍、空軍の三軍から構成される。これら三軍は、憲法の定めるところにおいて、国防大臣を通して、大統領の指揮下に置かれる。陸軍はおよそ1万4500人、海軍はおよそ6000人、空軍はおよそ3000人からなる。2003年の2月からウルグアイは2500人以上の、 兵員を国際連合の12の平和維持活動の任務に派遣しており、最多数の人員が派遣されているのは、今後民主共和国である。陸軍は約1万7千人の兵力で構成され、4つの師団に区分され各地の防衛警備を担当する。15両の T-55 チラン戦車、17両の M24K 戦車、22両の M41A。 一ウォーカーブルドッグ系戦車、十五両の b m p 一不評戦闘車、九十両の o t 六十四五十五両のティッセンヘンシェルコンドル、十五両の m 百十三 a 一 a p c 十五両の e e 九カスカベル、十六両の e e 三ジャララカ装甲車を装備する。現在はベルギーの FN ヘルを主力の自動小銃として装備しているが、 2007年から2008年のコンテストの結果、オーストリアのステアー・オーガストに交換されつつある。加えて300丁のロシアの AK-101 がすでに配備されており、精鋭の空挺部隊やコマンド部隊及び第14落下産不評大隊はドイツの H&KG-36 を独占的に採用すると考えられる。海軍は3隻のフリーゲートをはじめ、 限界にて活動するに必要な艦艇を揃えている。この他に小規模な海軍航空隊と海兵隊があり、人員規模約1900人の沿岸警備隊が存在する。空軍は3個の航空旅団を機関に、領空警備など通常の軍部の他に航空管制やダムのような旅客運輸事業も行う。ミリタリーバロンス2007ありがとうございます。